な。おいて。キャンプ。おーエロい。何か行く。何か行く。メロンでーす。やだーって言って。どうも元気です。コメントでも要望がありました。猫の感じちゃった。猫の話をしようと思います。うちにはですね、2匹の猫がいるんですよ。まずこちらにいらっしゃるのがトコちゃんです。トコちゃん、トコちゃん、ちょっと今外をね、眺めてます。はい。でもう1匹がうちの先住猫、レノンちゃんです。レノンちゃん映ってる？今5歳で、こっちが1歳。うん、日々ね、この猫ちゃんたちに癒されてます。特に最近リモートなんで、もう四六時中一緒にいるんですけど、もう本当にこの猫ちゃんたちのおかげでリモートが成り立ってると言っても過言ではありません。必要だよね、リモートワークには。もともとは野良猫だったんですよ。だから我々が保護したっていう感じですね。今日は保護猫の魅力について話そうと思います。まあ多分これから猫を飼いたいって思ってる方、まあいろいろいらっしゃると思うんですけど、皆さんペットショップで飼おうと思ってる方が多いんじゃないでしょうか。ペットショップから飼うだけが全てじゃないんですよっていうところを今回お伝えしたいなと思います。トコちゃんです。可愛いですね。抵抗しないね。いいの。まず一つ目、初期費用が抑えられます。はい、ペットショップで買うと高い。高い。猫によっては100万とかするよね。うん、いるかも。もう最低でも20万とか30万するよね。する。いや高すぎだよ。もうそれに比べたらこの保護猫ちゃんたちはお金はかからないです。多少かかるんですけど、それはもう保護猫の団体への寄付と、うん、もう最低限のワクチン代であるんです。そうそうそう。だからこの前トコちゃんを保護した時のかかった費用はだいたい 2,3 万円。うん、そんぐらいだったと思う。続いて2つ目、体が丈夫。この前トコちゃんをワクチンに連れてったんですけど、動物病院に。その時のお医者さんも言ってました。雑種は体が丈夫なんですって、ほとんど病気にならない。うん、まあだからそういった意味でも費用は抑えられます。初期費用のみならず、飼ってる間の費用も抑えられる。うちのレノンちゃんももう5歳ですけど、これといって大きな病気はまだかかったことがありません。おいで。ワクチン接種以外で病院行ったのは結膜炎になった時だけかな。なんだっけ、目か。そう、目やにがすごい出て痒そうにしてて、2回ぐらい病院行って、それだけかな。ママ、ここにいるのがレノンです。レノン、おいで。3つ目、可愛いです。でもこれにつきますよ。うん、保護猫の可愛さっていうのは僕が思うですよ。最初、もともと野良猫なんで、やっぱうちに来た時最初はね、警戒心が結構強いんですよ。うんうん、この前のトコちゃんなんて最初うちに来た時はもうちょっとね、抱っこしようもんなら大暴れで、大暴れですよ。なのにね、もう今もう1年も経ってないですけど、あの時の警戒心はどこに行ったのやらっていう感じだよね。無抵抗になっちゃったね。もうね、家に帰ってくるともう甘えてね、ゴロゴロしてね、ゴロゴロしてもうお腹見せて、お尻ポンポン叩くとね、ほんと喜んじゃって、でレノンとは仲良くね、毎日ラブラブして、ほんとに可愛いですよ。うん、これどんどん心を開いていってくれてるこのプロセス、これが可愛い。まあ保護猫の魅力、まあ探せばもっといっぱいあるんですけど、まあ我々が強く感じている魅力3つを今回は紹介しました。さっき4つで、あ、そうそう、3つじゃない、4つだ。女すぐ忘れちゃう。4つ目、
譲渡してもらった後も保護主さんと連絡を取り合えるから、うん、なんか相談とかもできるのが安心。あ、そうだね。トコちゃんの元々の保護主だった方が、あのおばちゃん、おばちゃんって言っていいのかな女性がいる、女性がいるんですけどどんな質問でもね、すぐ LINE で答えてくれるんで、うん、もう最初の方とかもう結構ね、頻繁にアドバイスもらったりして、うん、すごい助かりました、うんうん、保護主さんが結構その猫のこと知ってくれているんで、うん、どんな性格なのかとか、何が好きなのかとか、こういった場合どうしたらいいですかみたいなね、どんな質問でもすぐ答えてくれる、そうそうそう、もう保護主のプロみたいな人だから、うん、猫初心者でも全然 OK、 問題なしです。いかがですか、4つ保護猫の魅力でした。これから猫を飼おうと思っている方がいましたら、本当ね、保護猫の、譲渡会っていうのはググればね、いろんなところやってるんですよ。本当いろんなところやってるね、ぜひ行ってみてください。